してコーチだ。じゃあ B-Boy コーチに今の一通りの流れをやってもらいます。はい、はい、立ち踊りエントリーからのフットワーク、フットワークからのここからパワームーブにつないで、最後は音に合わせて体を止めてカチッフリー、はい、これが、ブレイクダンスのオーソドックスな、踊りですね。めっちゃ難しいじゃないですか。あれでもスーツさんも俺ね、そうですね、できますよね。俺もできる、うん、やめときました。やめましょう、やめましょう。この場ではやめましょう。で、今のが本当にブレイクダンスの代表的な流れなんですけれども、ただブレイクダンスっていうのは本当に決まった形がないので、自分が得意な分野ばかりやってもいいんですね。例えば、フットワークを除いてパワームーブだけやる人とか、パワームーブをやらないでフットワークだけで終わらせたりする人っていうのもあるんですよ。その自分の得意な部分を伸ばしていく、そこを見せたいっていう。なるほど。まあ本当に決まった形がないんで、自分の好きなことを表現するダンスなので、ぜひ今日、みんなそれぞれいろんなスタイルがありますので、楽しんでいってください。じゃあ、今から2チームに分かれてちょっと、ダンスバトルというものをしていきたいと思います。すごいバトルですか、いきなり。バトルです。その、勝ち負けを決めるんですけれども、今日は、この勝ち負けは決めないで、お客さん皆さんに見てもらうということで、楽しくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、皆さんも応援よろしくお願いします。素直にすごいことをすごいなと思ったら拍手とかしていただけると、自分たちももうテンション上がって、もうどんどんすごいことやるかもしれないので、ぜひ声援の方よろしくお願いします。はい、じゃあトッチ君に期待しますね。はい、すごいことするでしょうね。私はシュウジたちに期待します。なるほどね、はい、俺もね。じゃあ、さすがスローバトルの方を始めていきたいと思います。はい、じゃあここからはバトル MC とバトルの司会、バレッシュウジさんがやってーのやってーのからのシーン。何も考えてない。はい、じゃあいきますよ。はい、じゃあバトル MC 私で、はい、ストリートダンスブレイクダンスを皆さんに披露しますので、皆さんも3、2、1でレディーゴーって言ってもらえれば私も非常に助かります。いいですか。レディーゴーで恥ずかしがらずに、レディーゴーですよ、レディーゴー、オッケー、レディーゴーですよ。そんなに睨まれてください、おじさん。すいません、レディーゴー、3、2、1、レディーゴーでやるやつ、いいですか。バトル3、2、1、レディーゴー。ブラックエンジェルチーボイだけど、さあいろんなスタイルが飛び交うのか、さあさあイエイエイ。さあまずはこちらから B-Boy アジー、イエイイエイ、頑張ってね。はい、彼はフットワークが得意な、
見てる。